長崎県。長崎県は、日本の九州地方北西端に位置する県である。県庁所在地は、長崎市。五島列島、行島、津島など、数多くの島初を含み、四十七都道府県中、最も島が多いことで知られる。また、多島である上に、リアス式海岸を多く要することから、海岸線の長さは四十七都道府県中、第二もしくは、 第一位である。長崎という地名の由来は次のように、長崎市よりと言われている。長崎市は、菅竹平市千葉流、九州千葉市の流れを組む士族であり、長崎県の名の由来になったことで知られる。現在の長崎県庁舎付近の長い岬に館を構え、長崎港界隈の深堀から都議津までの広い範囲を漁していた九州千葉市の一族が、 九州長崎市を名乗ったことを起源とする説と、代々伊豆国田方郡長崎村を領し、その地名を名字として、鎌倉の執権である北条氏の筆頭を内人である、官務兵士長崎氏の一人が九州に流れ、九州長崎市、長崎湾の奥を領して地侍になったと、長崎神材絵門潤慶がその経図で主張している説がある。少なくとも、長崎小太郎茂なる人物が、 鎌倉初期の家庭三年、1237年頃には長崎裏の自動職を治療する御家人であったことが判明しており、南北長期以降、長崎市は桜馬場城、鶴城により次第に勢力を拡大していった。また、その他にも俗説として鉛に基づく言い伝えがある。地元では野崎半島を長い岬と称していたが、長崎弁では 長海、岬、長か、岬となり、さらにこれが南海、三崎と点火し、この後が綴まって長崎になったというものである。東に佐賀県と隣接する田は周囲を海に囲まれている。津島、行き、五島列島などの当初が971あり、その数は日本一である。また、海岸線の長さは4 1 3 7メートルであり、 北海道に次いで国内2位である北方領土を除いた場合には1位となる。面積が北海道の約20分の1である長崎県の海岸線がこれほど長大であるのは当初が非常に多いことに加えリアス式海岸で海岸線が複雑に入り組んでいるためである。この地形的特徴により長崎県全域に83カ所の港湾が点在しており、 その数は国内の7.4%に及ぶ。なお、長崎県内には海岸線からの距離が 15km 以上の地点はない。南西方向から暖流の津島海流が流入してくるため、全般的には気候は温暖で寒暖差も小さい。しかしながら大陸に近いために寒波の影響を受けやすく、平年を大きく下回るほどに寒さが厳しくなることもあり。 真冬日が観測されることもある。冬場は東、シナ海側を中心に曇りがちの天気になることが多く、しぐれや雪を降らせることがある。積雪することは少ないが、すぐ西側は東、シナ海なので、季節風の風向によっては、雪雲が遮られずに供給されることにより、大雪となることがある。特に2001年、平成13年1月16日には、 長崎市で 14cm の積雪を観測し、さらに2016年、平成28年1月24日には 17cm の積雪を記録し、県内各地で大雪となった。しかし、九州地方最北端の津島では、朝鮮半島のすぐ南側に位置するため、東、シナ海で発生した雪雲は、朝鮮半島に遮られる上、 朝鮮半島との海上区間はわずか5 0トルほどと、極端に短いため雪雲は発達せず、降雪日は多いものの積雪することは稀である。生物的見地から見ると、各地の海岸に見られるアコウなどの亜熱帯性植物は温暖な気候を反映している。他にも大陸に近いためツシマヤマネコやムツゴロウなどの大陸系依存種が多いこと、各地の離島で多くのアシュ、 変種が確認されていることなども特徴である。島原半島は活火山地帯で温泉が多いが、1990年、平成2年から1995年、平成7年の雲前、普賢岳の噴火は、島原市と深江町を中心に大きな被害をもたらした。また、東、シナ海に突き出しているため、台風の上陸数も多く、 長崎県に限らず、日本列島に大災害をもたらした、台風9号、1970年、長崎市、台風17号、1976年、長崎市、台風17号、1991年、長崎市、台風19号、1991年、佐世保市、台風18号、2004年、長崎市、台風14号、2005年、伊佐市、 台風13号、2006年、佐世保市などの台風が上陸している。長崎県による地域区分では、長崎地域、県北地域、県央地域、島原地域、五島地域、壱岐地域、津島地域の7つの地域に分けられる。自治体は13市四郡八町がある。町の読みは、すべて、町。2000年、 平成12年の段階では79もの市町村があったが、平成の大合併で2010年、平成22年4月までに21市町となっている。村は2005年、平成17年10月1日の大島村の合併に伴って消滅している。本校では記事がある市町村のみを掲載。記事がないものについては、長崎県の廃止市町村一覧を参照。 長崎県内には、津島を除く地域において市町村下の地名の末尾に付する独特の単位が複数存在する。駅島では、農村集落で、触れ、漁村集落で、裏、駅を除く旧平戸半領では、面、旧大村半領及び、五島列島では、豪、旧佐賀半領及び旧島原半領では、秒がつく。これらの単位の中には、 市町村合併などで町名の変更があった際に削除されるものも多いが、現在も市町村化の行政区画単位として一部の地域で使われ続けている。人口は2013年6月1日現在。古くは、非全国、佐賀県と、壱岐、津島を除く長崎県全域、津島国、壱岐国に分かれていたが、非全の国府は、佐賀県の佐賀市、旧山都町にあった。 現在の佐世保市にあたる地域からは、福井洞窟や千福寺洞窟などの遺跡が見つかっており、いずれも日本の史跡となっている。また、旧区二町、現在の雲仙市には、百科大遺跡群があり、約3万年前に、人々が生活した後や使われていた道具が見つかっている。2003年、平成15年12月には、平戸市入口遺跡で10万年前の土層から、 旧石器が見つかり、古くから人が居住していた可能性が考えられる。縄文時代の遺跡として、有名なのが、南島原市、旧南高木郡北有馬町の原山市石墓郡である。その他、勇気貝塚、佐賀貝塚、白浜貝塚などが発見されている。弥生時代の遺跡としては、義手話神殿に登場する、一四国とみられる。 春の辻遺跡は、現在の壱市足部町、石田町にあり、日本の特別史跡に指定されている。また里田原遺跡が発見されており、当時の農業技術を知る上で重要なものの一つである。またこのほか、弥生時代の鉄拳が出土した富の原遺跡、大村市、唐の首遺跡、日本最古の猫の骨が出土した唐上遺跡、壱市などがある。 県内の古墳の数は500を超え、その大半は、駅に存在し、駅古墳群として、日本の史跡に指定されている。古墳時代初期の古墳としては、津島市の出井塚古墳、金属古墳群がある。後期に入ると、大規模な古墳が多くなる。その代表としては、駅市の鬼の岩屋古墳があり、これは、県内最大の円墳である。この他には、スゴロ古墳、これは、 県内最大の前方公園墳である、八立山古墳群、極崎古墳群がある。和国が朝鮮半島での白月の絵の戦いに敗れたため、664年に、津島、駅などに、先森やのろし、飛ぶ火を置き、東や白木からの侵攻に備えた。667年には、津島に、カナダ城が築かれた。小野妹子をはじめとする県隋市や、県陶市は、 日本の最西北である意気や津島、五島を経由し、朝鮮半島や中国に渡っていた。五島列島は、県東市南路の出発地として有名である。万葉集には関連した歌が数多く残されている。日本最後の寄港地であった、現在の三浦区町柏崎には、空海の日本果ての日が建てられている。12世紀の初めに入ると、平家の西日本への進出が進み、 非全国の松浦島や九州の武士の多くは、平家法につき、松浦島は、壇の裏の戦いにおいても、平家法の水軍として戦った。中世には、松浦島などの海賊州、水軍が起こり、津島を含め各地が和光の根拠地となった。百七十四年、文衛十一年、文衛の役、百八十一年、公安四年、公安の役の原稿では、 津島、壱高島に、元、高来軍が襲来したが、上風、大型台風が九州を襲い県軍が退却したのは、これらの島が破壊し尽くされた後であり、これらの島々に、上風の恩恵は、全くなかった。室町時代に入り、1419年には、大英の外交、1507年には、後藤で玉の浦納めの反乱が起こっている。年には、 ポルトガル船が平戸に来航した。これを知ったフランシスコザビエルは、鹿児島を出発し、平戸を訪れ、不況を開始した。貿易都市となった、平戸であったが、1561年に起きた宮の前事件により、ポルトガル船は、横瀬浦港、現在の再開市に入港するようになった。ところが2年後の1563年、横瀬浦は、竹尾領主。 後藤を高明の焼き討ちに遭い、壊滅。ポルトガル船は再び平戸に戻った。しかし、イエズス会の宣教師コスメデトーレスの移行により、今度は大村寮の福田浦、現在の長崎市に入港することになった。この間、大村住忠は、キリスト教の洗礼を受け、初のキリシタン大名となっている。1567年には、 ポルトガル船が有馬領の口の津港に入港し、後にセミナリオが建てられるなど、有馬は九州におけるキリスト教布教の拠点となっていった。大村住忠の兄である有馬義貞も口の津で洗礼を受けている。大村住忠はポルトガル貿易を自分の領地で行えるよう働きかけを行い、1571年に貿易港が口の津から長崎に移された。 1580年には長崎をイエズス会に寄進した。1582年には天正圏王少年施設が長崎港を出発し、スペイン、イタリア、ポルトガルを訪問した。1588年、豊臣秀吉が長崎などを直轄地とした。2年後には天正圏王少年施設が長崎に戻り、秀吉に越見している。 1592年には文読、慶長の役により、松浦重信、有馬春信、大村木前、周儀里氏らが朝鮮に出兵している。南蛮貿易を継続させたい意向もあり、強硬な近況は行っていなかった、秀吉であったが、すでにバテレン追放令が出されており、1597年には、長崎西坂で、カトリック信者26人が処刑されている。 二十六世人という、十七世紀に入ると、オランダ東インド会社、イギリス東インド会社が、相次いで、平戸に召喚を開設している。江戸時代の長崎県は、佐賀藩、島原藩、島原藩と、大村藩、枯れ木根地方、平戸藩、松浦藩と、平戸島、壱岐、平戸神殿藩、福江藩、五島列島、津島府中藩、津島、 佐賀藩家老の伊佐早人や、皇太寄り愛の後藤家の富江人や、天領、長崎に分かれる。江戸幕府の鎖国法人により、ポルトガル人は長崎から追放され、1641年にオランダ商館が出島に移った。中国商船の長崎来港も認められており、長崎は鎖国下の日本では、数少ない国際貿易港となった。また、藩は幕府から、 西朝鮮との国交の実務を委任される、傍ら朝鮮との貿易を公認され、釜山に和刊を置いて、これらの業務を行っていた。このように、今の長崎県域には、鎖国時にも、幕府公認で海外へ開かれていた港が2カ所存在した。なお、鎖国下における、江戸幕府公認の国際貿易港は、上記に日うのみである。 1637年島原の乱が起こった土地だけに江戸期を通じて隠れキリシタンが多く存在した域、津島を除く。現在でも人口に対するキリスト教信者の割合が日本の他地域と比べて多い地域となっている。しかし第二次世界大戦中に投下された原子爆弾は教会、浦上教会のすぐ近くに落ち、原爆落下当日は 教会で8月15日の聖母の非常点の祝日に向けて許しの碑跡が行われてたため、被災をはじめ教会内にいた信徒全員が死亡し、その他にも多数の信徒が犠牲になったことなどから、信仰に悩みを持ったままの人や帰郷した人も多く存在する。2013年現在でも爆心地跡には教会の残骸が一部だけ保存されている。 幕末の長崎港開港によって各国商船が来航し、長崎は国際貿易港としてさらに発展を遂げることとなった。それまでは遠国奉行主座たる長崎奉行が治めていた長崎であったが、蕎麦、伏見の戦いにおける幕府軍敗戦の方を聞いた長崎奉行、河津助国は慶応四年、1868年1月15日早朝に、 長崎を船で脱出。これを受けて、長崎詰めの各半半士や長崎の地域人たちの間に協議が行われ、政府から責任者が派遣されるまでの間の暫定協議体として、長崎会議所の設置が決定され、長崎奉行所西役所がその役所とされた。江戸幕府崩壊後の慶応4年、1868年2月2日には、沢信義を総督に、 長崎裁判所が5月4日には沢を府知事に長崎府が設置され、被然国松浦郡五村、枯れ木根郡六村、高木郡五村、筑後国三池郡十二村、被後国天草郡八十九村の幕府領及び、被後国松浦郡の旗本領五村を管轄。明治2年1869年6月20日には、これが長崎県へと改められ、 旧非全国域は明治4年、1871年の第一次府県統合の際に、長崎県と今流県、県佐賀県とに分立した。その後、佐賀県の統廃合の影響で徐々に、長崎県の県域は拡大し、1874年、明治7年の佐賀の乱後には、政府による懲罰によって、佐賀県全域が長崎県に併合されることとなる。 1883年、明治16年、佐賀県のまた県によって十の軍が、長崎県より分離し、おおよその現在の長崎県が成立した。なお、天草諸島は一時、富岡県、後、天草県に、解消に移管された後、一旦、長崎府に復帰し、第一次府県統合で八大県、現、熊本県に移管された。佐世保は、 日本海軍の大規模な軍港となり、長崎では、戦艦武蔵が建造されるなど造船が発達した。第二次世界大戦末期、1945年、昭和20年6月29日未明に、佐世保大空襲があり、1945年、昭和20年8月9日午前11時2分、JST 米国陸軍爆撃機 B-29 ボックスカーによって、長崎市に、 原子爆弾が投下され、広島市と共に原爆被災地となった。地方祭残高、後藤、壱岐、津島には県の出先機関として市長を設置していたが、2003年、平成15年に地方局に再編された後、2009年、平成21年からは、今度と同様の振興局となっている。平成20年度、2008年から2009年の、 県内総生産は4兆3109億円である。これは世界の過半数の国の国内総生産 GDP よりも規模が大きい。県民所得は3兆1070億円であり、一人当たり県民所得は215.7万円である。県庁所在地長崎市は歴史を誇る港湾都市で観光客が多い。戦艦武蔵を建造した造船の町でもある。 県第二の市である佐世保市は昔からの軍港があり、現在も海上自衛隊や米第七艦隊の基地があるほか、陸上自衛隊も駐屯している。また、南部にはヨーロッパの街並みを模した観光施設ハウステンボスがあり、韓国や台湾からの観光客も多い。その他の地域もかつては炭鉱、底引き網などの漁業基地、宝石産五漁などにより繁栄したが、 1970年代頃から、それらの産業が徐々に振るわなくなり、過疎化が進んだ。2000年代となっても過疎化は進行中で、産業の進行が重要課題となっている。なお、一気、津島地区は、経済圏としては、長崎や佐世保ではなく、福岡に属する。2010年11月30日、山岳館関係団体の連携を強化し、 産学館の研究開発等を推進することにより、持続的、発展的にイノベーションを創出するシステムを構築し、科学技術による産業振興及び県民生活の向上に寄与することを目的として、長崎新生産学館連携コンソーシアム、通称 NRC、長崎ルネッサンスコンソーシアムが設立された。会長は、長崎県知事、副会長は、 長崎大学長。長崎県内で旅客輸送を行っている鉄道軌道は以下の通り国立1大学県立1大学市立6大学市立2大学国立県立国立開局順に表記チャンネルは地上デジタル放送のもの長崎県の観光地も参照楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください